ケース IH のトラクターニューホランドのトラクターケース CE の油圧ショベル CNH グローバルは1999年から2013年まで存在していた農業機械建設機械メーカー。農業機械部門ではジョンディアに次いで世界第2位の規模を持ち建設機械部門においてもキャタピラー、小松に次いで世界第3位の規模を持つ企業である。 創業の地はオランダ・アムステルダムであるが、本社はアメリカ・イリノイ州ブルーリッジに置かれており、株式の87.4%をイタリアのフィアット・インダストリアルが保有していた。2013年にそのフィアット・インダストリアルと合併して CNH ・ CN インダストリアルとなった。農業機械部門においては、同社の売上げの約70%を占めるトラクターと、そのアタッチメントやローダー。 モア、収穫機、ヘイベイラー、移植機、シーダー、スプレーヤー、後期設備などを製造している。建設機械部門においても、アーティキュレーテッドトラック、バックホールローダー、クローラーローダー、ブルドーザー、油圧ショベル、ホークリフト等、多種多様な機種を生産している。CNH グローバルのディーラー網は160カ国に12000点以上を数え、アメリカ、 中国、インドを含む16カ国に31の工場を現在保有している。また、研究開発施設も12カ国に26施設を保有している。一時期クボタがフィアットブランドのトラクターを輸入販売していた。現在、日本ニューホランドがニューホランドブランドの農業機械とース i h ブランドのトラクターを三菱農機がース i h ブランドのトラクターを 輸入販売している。日本の IHI 市会社の IHI 芝浦はニューホランドブランドの農業機械を OEM 生産していた。現在は久保田からトラクターを調達している。また、コベルコ研機とスミトモ研機が業務提携を結んでおり、一部製品の OEM 供給を行っている。ありがとうございます。